よう。八神氏、今度は何ですかな。あまり大きな声じゃ言えないんだけどさ、盗聴器が欲しいんだ。つくもそういうの詳しくない？詳しいに決まってるでしょ。僕を誰だと思ってるんですか。だよな。材料さえ揃えばすぐ作れますぞ。材料ってお前の手作り？メイドインつくも、これ以上信頼できる製品はありませんぞ。おまけにお友達価格ですから。分かった、任せるよ。で、盗聴器の材料ってのは？すぐ集めてくる。そんなことする必要はありませんよ。ここにはないが、ここで手に入る。その心は？なんだそれ。ネット通販です。お急ぎ便でしたらあっという間に届きますから。八神氏はお金だけ用意してくだされ。いくら？材料費と僕の手間賃込みで10万ほどあれば。それでお友達価格なんだよな。もちろん赤字覚悟の大特価ですとも。じゃあ了解。ではお金が用意できたら声をかけてくだされ。必要なパーツは手配しておきます。お金準備できたのですかな。材料費と手間賃込みで10万円ですぞ。ああ、これで頼む。助かります。では完成したら連絡いたしますゆえ、ちょっとばかしお待ちくだされ。わかった、よろしく。いらっしゃいませ。ありがとうございました。八神だ。え？
あの、すいません。どうすればいいんだろう。もうどうしよう。どうすればいいんだろう。もうダメだ。え？お願いします。
八神さん。おう。困ったな。ねえ。ん？なあ。もしもし。お待たせしました。例の品完成しましたぞ。本当に早いな。では悪いのですが、店まで取りに来てくれますかな。わかった、すぐに行く。八神氏、早かったですね。お前の仕事の早さには負けるよ。お褒めに預かり光栄ですぞ。では商品をどうぞ。コンセントに差し込み偽装するタイプのものです。受信範囲は100メートル、電波は超強力。間に鉄板のような遮蔽物があっても問題なし。ビルの上の方のフロアでもクリアに聞こえるでしょ。いいね、そういうのが欲しかった。電源はリモコンで遠隔操作できますから。
聞きたい時以外は電波の送信をオフにしてくだされ。たとえ八神氏のような名探偵であろうと、この盗聴器を見破ることは困難でしょうね。なんか一言余計だな。まあでもサンキュー、助かったよ。どういたしまして。どうも、お邪魔してますっていうか、無理やり連れてこられたんだけど。盗聴器手に入ったか？バッチリ。よし、じゃあ座れよ。松金組に盗聴器仕掛けろって話だよね。もう話は聞いたんだな。そう。じゃあ杉浦君、説明してあげて。あのね、悪いけど無理。こっそり忍び込めったって組事務所じゃずっと留守番いるでしょ。出入りも防犯カメラで見られてるし、挙句にもし捕まったらよくて半殺し？冗談じゃないって。だそうです。だそうですじゃないよ。どうすんだよ海藤さん。まあまあ怒るな。というわけで別の手を考えといた。忍び込むのが無理なら潜り込みゃいいんだ。ん？まあ聞けや。タボ、こいつに見覚えねえか？誰これ？派手なジャージ。確か松金組の。おうよ、組一番のおしゃれ大好き田代くんだ。夜だろうがグラサンを外さねえ。ところでこいつはターボーと似たような体格でな。俺に似たような体格ってまさか。もしこの田代くんがマスクでもしたら、中身がすり替わったって誰も気づかねえよな。うん、きっと気づかねえよな。グッドアイデアだね。はあ、じゃあこの田代くんに変装して潜れって。うん、まずは奴を見つけてジャージとサングラス一式を拝借。あとは簡単だ。堂々と事務所に入って盗聴器を仕掛けまくる。なんだよ、結局俺がやんのか。よろしくお願いします。まあでもだいぶ頭使ったな海藤さん。ほら、いつか松金組に戻る日があるかもしれねえって。今日までそう思ってた。ん？なんだよ急に。でもよ、親父に面と向かって逆らったんじゃもう無理だ。あそこまでしたからにはもうとことんやるまでよ。だろ？そっか。よし、じゃあ田代くんの身ぐるみ剥いでくっか。出発するか。あ、カイトさん。田代くんの居場所当てはないの？そうだな、
あいつはキャバクラのしのぎをやってたからそこに現れるかもしれんな。キャバクラ？どこの？確かエメラルドヒルズって名前だ。七福通り西の。よし、じゃあまずそこに行ってみるか。行くぞ。それでは。さん、ちょっといい？いらっしゃいませ。お二人様でしょうか？いや、遊びに来たんじゃなくて。ここ松金組がケツ持ってる店だろ？ええ、それが何か？人を探してるんだけど、田代って人知らない？田代？ほら、いつも派手なジャージ着ててさ、夜でもグラサンしてるやつだよ。わかるだろ？あの人。そうそう、そいつだよ。知ってるじゃねえか。どこにいるかわかる？さっきまでここにいたんですけどね、ちょっと面倒なお客がいまして、その人連れてどこか行っちゃいました。焼き入れか。ま、あいつにはぴったりの仕事だな。どこに連れて行った？多分天下一通りの方です。ビルの裏手にあまり人が来ない空き地があるとかで。そのくらいの知恵は働くってわけか。焼き入れんなら人気のない場所ってのは鉄則だ。何偉そうに言ってんの。よっしゃ、行ってみようぜ。ターボ。ああ、助かったよ。いえ。あのな、おっさん、うちん店はおさわり厳禁なんだよ。入り口に張り紙してんだろうが。ですから触ってませんって。あ、嘘つくんじゃねえ。女の子から苦情が来てんだよ。
いた、田代くんだ。おお、マジでいつもあんな格好してんだ。ちょっと感動。あ、てめえはヤガミ。組の的の顔ぐらいは分かってんだ。うるせえ。あの、私はこれで。あ、待ちやがれ。くそ、お前のせいで逃げられたじゃねえか。どうせ変な因縁つけて金巻き上げようとしてただけだろ。あの客が本当に老いたしてたのかどうか怪しいもんだぜ。あ、マジだし。あ、動揺してる。こりゃ図星だね。な、こういうやつなんだよ。だから追いはぎされても文句は言えねえ。追いはぎ？何のことだよ。君が着ているその服、ちょっと貸してくれない？ざけんな！これいくらしたと思ってんだ？知らねえよ。けど、そんなに高価な服着て歩いてちゃダメだろ？こんな危険な街でよ。今すぐ脱げば、痛い目見なくて済むし、こっちも綺麗な服が手に入って大助かり。つまり、ウィンウィンってやつ。乗っといた方がいいんじゃない？なめんじゃねえぞ。そんなにこの服が欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。よし、さっさと済ましちまおうぜ、タバ。ああ、誰かに見られたらこっちがまずい。お、なんだこいつ、結構金持ってんな。財布の中札でパンパンだぞ。ちょっと、それに手つけたら強盗だよ。はいはい、分かってますよ。っていうか、服はいいのか？だから借りるだけって言ってるだろ。元弁護士が言うなら信じるよ。見立て通り、サイズもちょうどだな。似合ってるぜ、タボ。嬉しくないって。よし、それじゃあ盗聴器を仕掛けに松金組の事務所に向かうぞ。あ、海藤さん、田代君のことを頼める？ああ、どうするつもりだ？さすがにこの時期すっぱだかでほっとけないでしょう。お優しいことで。ま、面が割れてんのは俺も同じだ。言っても役には立てねえし、仕方ねえ。よろしく。ターボ、下手打つんじゃねえぞ。大丈夫だって。もしもし。って、うわ、何その格好。うるさいな。田代くんの服だよ。オッケー。それじゃあ松金組の事務所前で合流しよう。わかった、すぐに行く。それでは。
杉浦、待たせたな。おい、杉浦。人違いじゃないですか。ダメだ、笑っちゃう。お前、ふざけんなよ。だってしょうがないじゃん。その格好、想像以上に破壊力すごいよ。お前が潜入したっていいんだぞ。ごめんごめん。とにかく変装はバッチリだね。ああ、さっさと済ませよう。八神さんが事務所の中に盗聴器を仕掛けたら、こっちですぐモニターするから、設置が終わったらすぐに脱出していいよ。わかった。それじゃ、準備はいいね。ああ、問題ない。お前マジで覚えとけよ。わ、相変わらず活かしてますね。今度俺にもいい店を教えてくださいよ。田代か、エメラルドヒルズの揉め事ちゃんと解決したのか。まあ今は八神の件で組中が大変なんだ。それくらいはお前らで片付けてくんねえとな。ああそうだ、お前ちょっと留守番しててくれ。コンビニ行ってくるわ。5分くらいで戻るからよ。これは。ん？なんだ？
もしもし、こちら八神、聞こえてるか？大丈夫、拾えてるよ。早くそこから抜け出して。了解。おい田代、お前何してんだ。親父の部屋勝手に入るんじゃねえよ。何かあったら当番の俺の責任になっちまうだろうが。おい、なんとか言えよ。こら、しかとこいてんじゃねえぞ。てめえは八神？ああバレちゃったか。そっちからぶっ殺されに来るとはいい度胸だな。ああ、貸して返すな！やっちめえ！逃げられると思うな。これでてめえはおしまいだ。ちょ、待てよ。それ銃刀法違反でしょ。やかましい。方針にだろうが。あ、くそ、どうすりゃいいんだ。な、停電か。チャンス。危なかったね、八神さん。さっきの停電、お前の仕業か。盗聴器のおかげで全部聞こえてたからね。とっさにビルのブレーカーを落としたんだ。そっか、助かったよ。もたもたしてたら応援が来るかも。早くこっから離れよう。ああ、もう大丈夫だ。盗聴器はちゃんと動いてるか？ちょっと待った。そのイヤホンで盗聴？そう、大丈夫、ちゃんと動いてる。お、早速組員がどこかに電話してる。やったね。電話の相手羽村だ。今の騒ぎを報告してる。羽村の居場所はわかるか？ちょっと待って。ん？長藩って、長藩博士？神室町の鳥羽みたい。でも長藩博士の鳥羽ってどこ？餅は餅屋に聞けだな。鳥羽の場所ならギャンブル好きに聞けばいい。あ、地下カジノ？恋女房の下の。あそこの連中ならわかるんじゃないか。なるほどね。となると、ふん、あとはもう俺一人で大丈夫だ。わかった、ありがとな、助かったよ。
次こそ絶対勝つ。ちょっといいですか。うるせえ、今大事なとこなんだよ。すみません、すぐ済みますから。ああ、また負けた。くそ、てめえのせいだぞ。いや、そりゃあんたの運が悪いだけでしょう。避けやがって。おい、場所変えるぞ。絶対許さねえ。波が来た。次で一気に逆転だ。なんだ、結構簡単じゃないか。これなら大儲け確実。何買おうかな。ちょっといいですか。え？あ、はい、何でしょう。カムロ町で長反博打ができる賭場って知りません？長反博打？いえ、知りませんけど。あ、そうですか。お邪魔しました。初めて来たんですけど、カジノって儲かるんですね。チップが次から次に増えていくんですよ。退屈な店ね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ナンパならお断り。そういうんじゃないんです。カムロ町で長反博打ができる賭場があるみたいなんですけど、知りません？長反博打？え？嘘、そんなところあるなら連れてってよ。ああ、じゃあまた今度。今度って。あの女、いい尻してんな。波。ちょっといいですか。あんた。え、何。10万。はあ、今波が来てるんだ。え、なんだ。ちょっといいですか。ん？何？カムロ町で長反博打ができる賭場って知りません？長反博打？
ああ、チャンピオン街のあれのことか。確かに普通じゃ入れない場所だからな。あ、知ってるんですか。どこにあるのか教えてほしいんですけど。まあ教えてやってもいいけど。けど？あそこの女、いい尻してると思わない？確かになかなかですね。で、それが何か。あの子と飲みたいんだよ。兄さん、あの子に声かけてきてくんない？なんで俺が。そりゃイケメンが誘った方が成功率高そうだろ。そこんとこ俺は謙虚なんだ。しょうがないな。じゃあうまくいったら教えてくださいよ。ああ、